トベの第4弾性配信が17日に、新メンバー発表の舞台裏を探。こんにちは、ジャニーズファンの皆様。滝沢秀明氏が設立したエンターテインメント会社、トベの第4弾性配信が、ついに17日に迫ってきました。今回の生配信では、新メンバーの発表が期待されており、様々な予想や噂が飛び交っています。この記事では、 トベの最新情報と17日の舞台裏について探ってみましょう。ジャニーズ事務所からの退場後、滝沢秀明氏が立ち上げたトベ。その新たな展開が待ち遠しい中、13日にトベの公式ツイッターアカウント、トベオフィシャルが17日午後7時からの生配信を告知しました。ファンにとっては、この日を心待ちにしていたことでしょう。 告知のツイートには赤のシューズを履いた男性の画像が添えられ、2023年9月17日19時トッペッチョン DUA-04 と記されています。ファンの間では、これは新メンバーの発表かという期待の声が高まっています。そして、滝沢秀明氏自身もツイッターで、来た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 と興奮気味に告知し、その期待感を一層高めています。 驚きの連続で話題を集める戸辺は過去の生配信でも新メンバーの発表や合流が注目の敵でした。7月2日には俳優の三宅健氏が戸辺との活動を発表した際にはスツールが一足置かれた映像が流され、滝沢氏自身がケンタッキーフライドチキンの画像をアップ。それがケンホシタッキーと連想され、三宅氏の合流の兆候とされました。 同様に、平野潮氏と神宮寺由太氏の合流も注目されました。キング・アンド・ブスからの脱退とジャニーズ事務所の退社後、二人は飛べに合流することを発表。その際の予告には、東米チョーン DNA02 のタグが添えられ、二足の椅子が背中合わせに置かれた画像が投稿されました。 さらに、第3弾性配信では元ジャニーズ JR の7人組、インパクトオーズが、イムップとして参加することが発表され、ファンを驚かせました。予告映像には7人が登場し、新たな展開に期待が高まりました。そして今回、第4弾性配信が17日に迫り、ファンたちは新メンバーの発表に熱い期待を寄せています。 特に注目されているのが、8月末にジャニーズ事務所を退所した北山博光氏の合流の可能性です。なぜなら、生配信の日が彼の誕生日であることから、ファンからは、当日が楽しみです。仲間増える、北山博光くんの参加かなという期待の声が上がっています。トべの生配信は、常に予想を超える驚きと楽しみを提供してくれます。 17日の生配信では、新メンバーの発表や今後の展開が明らかになることでしょう。ファンの皆様、お見逃しなく。結論。ジャニーズファンの間で大いに期待されているトベの第4弾性配信。新メンバーの発表や滝沢秀明氏の意気込みが、17日の生配信で明らかにされることでしょう。トベはこれまでにも驚きと感動を提供し続け、 これからもその魅力が広がっていくことは間違いありません。17日、飛べの新たな一歩を一緒に楽しみましょう。この記事をお読みいただき、ありがとうございました。飛べの最新情報をお伝えすることができ、楽しんでいただければ幸いです。17日の生配信がファンの皆様にとって素晴らしいものになりますように。